はい、日刊クラップストンプスイングです。若干の時差はありますが、今は4月の23日、まさに数時間後に緊急事態宣言3度目が、発令されよう、発令じゃないな、発出されようかという時に、まあ、なんでしょうね、とりあえずのしばしの飲み納め、野外において、お店においてということで、茨城は D バーにですね、ふらりと立ち寄ってみましたね。D バーはね、休業要請に対しては、8時で閉めます。そしてアルコール類は出しませんが、毎日、キンパの販売をするんですか。そうね、予約があったらね、はい、キンパはめっちゃ美味しいですよ、予約です。そしてこのコロナ禍においてですね、この D バーというお店は惣菜に異常なほどに力を入れておりましてメニューがすごい。今日はね、あれですよ、タチウオのくるくるバター焼きです。タチウオのくるくるバター焼き、そしてあとたけのこご飯、たけのこご飯があります。そしてあのね、これ見せんの、あのジビエ化しててメニューが鹿肉ステーキとか、それ持って帰れないけどね、イノシシのお肉とかを出すので、うん、8時までであればアルコールは出ない。並んでますけどね、並んでるけど出してればダメ、見せるだけね店アルコール、店アルコールをね、つまみに水でも飲んどきなってことで、美味しい惣菜が食べれる惣菜バーとかして、惣菜屋として緊急事態宣言下は乗り越えようと思ってます。グッドミュージックもかかっておりますので、茨城にお越しの際は阪急茨城から徒歩3分で行けますのでね。では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 、そんなこんなで D バーをどうぞよろしくということで、また明日。